話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人だが、あの日おやっさんは来なかった。向かった。お久しぶりです。何しに。私親さんだったが、その時は違う。俺は気になって親さんのことを追った。親さんは組の指示に逆らって人号派を逃がすつもりでいた。そんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか。ただし条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。そいつは登場界の人間じゃない。俺風間のおやっさんは俺を助けようとその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を償いでもすると言ったろ。のもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの。罪を償うから俺を殺せだなんて。人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。
ほほう。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは看護大騒ぎしとったやないか。まあ せやけど、オミ連合の後目は。うり。で、キリュウの首、取るで。お前らしい作戦だな、戦後。いいからの。わしはわしのやり方で東条会と桐生よっしゃほな一丁派手にカワラさんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女。まあ、そんなことより。これは。ねえ、知らんけど、あんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。になるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったらカーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。おい。
うまいな。さあ、ありがとうございます。
おい。喧嘩売っとんなら、おっさん。しばらく寝てろ。
何？ガルンガ、腹立つ顔しやがって。手間取らせ。
ああ、何？
くん寝てろ。